三森大輝は埼玉県越谷市出身のプロ野球選手、宇藤左田福岡ソフトバンクホークス所属。野球を始めたのは幼稚園の頃からで、越谷市内の少年野球チーム、のぼりとファイターズに加入した。中学は埼玉を離れ、青森県青森市の青森さん、田中学校に進学。中学生時代は、青森山田リトルシニアで、 全国大会上位進出などの活躍をする。高校は、青森山田高等学校に進学、1年生の秋からレギュラーで出場。2年生の秋には、堀岡隼人と共に、秋季東北地区大会を同校として初優勝し、第46回明治神宮野球大会に4番、遊撃手として初出場を果たす。東方高等学校に4対3で勝利し、ベスト4に進出する。 3年生の春に第88回選抜高等学校野球大会に同校として11年ぶり2回目の出場を果たすが1回戦で前年の神宮大会の準決勝で敗れた鶴が下飛高等学校と対戦し1対0で初戦敗退となった3年生夏の甲子園の青森県大会では4回戦で敗退し春夏連続の甲子園出場はならなかった 2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから4巡目指名され11月5日埼玉市内のホテルで入団交渉を行い契約金4000万円年俸500万円で契約合意に達し同月22日に福岡市内のホテルで入団発表会見が行われた背番号は68 2017年3月17日に行われたウエスタンリーグ開幕戦対阪神タイガース戦において7回に代打で2軍公式戦初出場翌18日に行われた同じく対阪神戦において2番2類種で先発出場しに軍公式戦初安打を記録する2軍公式戦において27試合に出場し打率289 3軍戦では70試合に出場し、打率244、13打点、16盗塁の成績を残す。2018年に軍公式戦において50試合に出場し、打率271、12打点、1本塁打、8盗塁だった。2019年、1軍で外野手に故障者が続出したこともあり、初めて外野ノックを受けるなど、 外野守備にも備えて4月18日に1軍に初昇格した。同日の対千葉ロッテマリーンズ戦で一塁手としてプロ初出場を果たすと、4月21日の対埼玉西部ライオンズ戦では、9番2塁手でプロ初スタメンを飾り、猛打賞に1打点と活躍。7月1日には、出場選手登録抹消となったが、1軍で24試合の出場と飛躍した。 シーズンオフには、プエルトリコのウィンターリーグに派遣された。2020年、開幕一軍登録を果たし、前年と同じく24試合に出場するが、打率は前年を下回る。8月17日に出場選手登録を抹消されるが、ウエスタンリーグにおいて、打率323、出塁率397を記録し、 ウエスタンリーグ首位打者賞と最高出塁率者賞を受賞した。2021年6月4日に1軍へ昇格すると、同日の対阪神戦で1番2塁手としてスタメン出場を果たした。6月10日の対広島戦では、自身初の1試合4安打を放ち、この試合チーム唯一の打点を挙げ、試合を引き分けに持ち込んだ。総攻守3拍子が揃う万能野手。 打撃では広角に打ち分ける技術とパンチ力が武器。守備では遠投100メートルの強権を誇り、高校時代は遊撃手を務めたが、プロ入り後は二類手を本職に一類手、三類手、外野手と様々なポジションをこなすユーティリティープレイヤーとなった。走塁では50メートル走のタイム5秒9、ホームから一類までの塁間で4秒前後を記録した瞬速を誇る。 愛称は、軍師、マッサ。2016年ドラフト会議で読売ジャイアンツに、育成選手ドラフト7位指名された、堀岡隼人は、高校でチームメイトだった。ホークス入団から2年間は、兄の勧めで、同性つながりかつ野球アニメ、ダイヤの A の主題歌でもある、三森鈴子の、グローリー、を、登場曲としていた。2020年12月8日、同年8月に、 広島県出身の女性と結婚していたことが報じられた。2020年7月11日の大楽天戦では、八回裏虫一塁の場面で、ギダの構えを見せた打者、三森への投球を、相手保守、大田光が補給できず、その隙に一塁走者、牧原大勢が飛び出してしまう。すると、三森は二塁方向を指差し、大田の素早い勝利で、 一二塁間の強殺プレーに、牧原は急いで一塁に戻ろうとするも、今度は大田の送球を受けた相手遊撃手、モテギエ郎ゴロの一塁送球が、牧原のヘルメットをかすり、一塁ベースコーチ、本田雄一の頭部にも直撃。その隙に、牧原は三塁まで進塁した。この三森の指差しから、複数のチンプレーが起きたことで、ファンやメディアの間で話題になった。 三森の兄はブログで三森本人から聞いた真相を語っており三森は保守の大谷指差しで二類に送球するように伝えたのではなく一類走者の牧原に止まれと伝えるために手を出したがすでに牧原が走っていたため間に合わなかったというありがとうございます